ダノンネーションカップ2014年女子の部ファイナル決勝戦のスタート。白いユニフォームマジックトボルテ、水色のユニフォーム内田中央駅に入っています。激しくいきます。さあゲスト解説は元サッカー日本代表前園正弘さんです。前園さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。この女子の初代チャンピオンが決まるというね、歴史的な瞬間、これは最後の先に上がります。前園さんどうぞよろしくお願いします。やっぱり今ね、立ち上がりに見ても球際も非常に激しくいってますし、まあ、どういう試合になるか、とにかく最後まで諦めて試合にしてほしいなと思います。ですよね。大変歴史のあるこのダノンネーションカップ、日本国内の中で世界に強いワールドカップに対しているダノンネーションカップ、もう2000年から始まっていまして、だからかなりの歴史があるんですよ。そうですね。でそんな中で今回は女子の部がスタートです。あの女子のカテゴリーが決まったには大変大変です。最初の白いユニフォームのラインは今のようにディフェンスラインの背後を狙いません。パスの出し手はそこを狙い、またボールを打った後に見たいところを狙っています。ゴールキーパー千葉中央 FC は1番の山下真央。前の山下真央、ナイス。女子の大会やっぱり始まったことを考えたら無理や、出てくる。キックがある。あ、やばい、これやめる。女子大会始まって、いいですよね。さあ、たまにはだいぶ激しくなっています。この千葉中央 FC は14年の練習と7人の上位に対するバディ素晴らしいイベントです。体の高さに期待しますよね。10分間の合計20分、そこまで予選リーグ決勝トーナメントの勝率は20分10分だったんです。この決勝は前後10分で来年半タイムから挟まります。先制点っていうのね、その20分の試合が昨日今日2回にわたって繰り広げられてまいりました。今回は優勝チームは男子、女子ともにフランスに勝ちに行って、フランスのアンダー12チームとも新戦時代にこういう得点がついています。嬉しいですよね。この間なかなかそういう経験できないですからね。伊藤美咲、背番号40、ファーサイドから狙っていきました。非常にアグレッシブな攻撃を見せますバディです。この千葉中央はドリブルの得意な12番の三津田優のチャンスを作っていきます。さあ右サイドバディウェブ、61番は足立優。このボールをカットした。コーナーキックです。先ほど一つコーナーキックね、はい、切れなかったですよね。さあ、バディローチ1回行きます。いやー、それにしてもこの駒沢オリンピック公演第2球場スタッフ見てくださいよ。ですね。
こうなってますね。さあ、この引くことは右コーナー、低いゴールで。どうだ、ゴール正面。次は小さいか。ダイレクト、クロスなので。2年後には、日本、そしてこの東京で、世界のスポーツの祭典、オリンピックが開かれますが、1964年にも東京でオリンピックが開催されました。その時のオリンピック開催地の一つとして、ここ、駒沢オリンピック公園、ここでもオリンピックの競技が行われました。なので今、今大会でプレーしている子どもたちは、過去にオリンピックをやった場所でサッカーをできているんですよね。試合なんですよね。で、よくすると、おじいちゃん、おばあちゃんって、今日観戦に来ている方で、前回の東京オリンピックをご覧になっている方っていうのはいるかもしれませんね。そうです。前田さんはまだ生まれてます。そうね。はい。さあ、お次にお世話する、ユニコーンのバディです。タッチラインは、ボーナスがうまいですね。バディの右サイドの攻撃。エリアの攻撃で、体を打ちました、よく言われたクロスサイドです。なんといってもこのバディは、圧倒的な破壊力。この決勝トーナメントの1回戦、今日、午前中に行われたゲームでは、なんと9対0と9と、その中で42番の小林久選手4ゴール、44番の小島選手5ゴール、そして一方の北中央は一戦一戦辛くも1点差でここまで勝ち上がってきているという粘り強さが出場です。僕が昨日と千葉中央の中では中心が今中央に15番と彼ですね。中央に3番です。中央に3番です。山田さん、いいですね。たまにはなくて今日はもう手足に変わりはちょっとゴール前になるところに座ってるんですよ。足元にも司会しますよね。粘り強さが出場の千葉中央ですし、心の山田優秀でコーナーキックを跳ね返すことができる。3つ目になります。バディの前半のコーナーキック。さあ、中央です。左コーナーキック、こちらサイドからは2つ目ギアに上がってきた。おー、バットセルチュマン、ナ
今、腰気味にゲームを進めていくように見えるバディですけれども、あーっと